厚い感じが一番いい。じゃあちょっと色を持ちよくする感じです。ね、5パーでいこうか。はい、いいよ。前回めっちゃ2台。ほんま？よかった。嬉しい。ほんま？よかった。ほんま？よかった。私、陽平さんの弟子なんでって言い出した。あ、そうなんですか。一回言うけど、別に弟子っぽいこと何一つされてないし、なんかその荷物持って、いや、もうイライラなんで、迎えに行きましょうかとかって言うねんけど、朝全然俺より弱いし、それ車も持ってないし、歩きでピンポン押されるだけって、小学生やん。ほんで、なんやったら俺、バイクで通勤やから、後ろ乗るって言わなくなるから。荷物増えた。ね、弟子も弟子に対してその技術のこと言うことほとんどないんですけど、ツッコミ遅いねんとかツッコむとき敬語しゃべんなんてそういうとき皆さん厳しい。芸人とほぼ一緒。芸人さん働いてるから。どうなんですかね、僕はツッコミってめっちゃ重要だと思ってるから、後輩だろうが年下だろうがツッコむときタメ口で喋ってほしいというか、この間もあったのが、これリアルですあったのが、天丼って分かります？僕らで言ったら天丼したらなんで2回言うねんっていうのが、まあ僕らもワンセットだと思ってるから、大阪に住んでると。でその言ったんですよ、2回言ったら、ほなその弟子がね、なんで2回言うんですかって言ったんですよ。でただの質問やんって、あれじゃないですか。ツッコミじゃなくて、質問なんですよ、敬語やと。僕はもうそれを前にもめっちゃ教え込んだつもりやったのに、なんやったら、トフの練習よりもしたはずやのに、全然できないから、弟子は技術はめちゃくちゃうまいんですけど、ほんま、しゃべりポンコツで、僕全然噛まないんですよ、基本的に。でもめっちゃ噛むんで、噛むとことかめっちゃ気になるんですね。まあ、だからいつもお客さんにも技術はうまいけど喋りおもんないけどすいませんって言って、この尺長ないから大丈夫ですか。その追い打ちだけその感じもいらんねん、追い返すもいらんねん、ほんまに。ほんま同士でもう何やねん。じゃあもうちょっとチャンスするね。僕あの流行り物がすごい好きというか、まあ、やっぱそのトレンドをむちゃくちゃこう知りたいので、もう朝から必ずその音楽にしてもニュースにしても必ず一通り全部見るんですよ。今日例えば何でもいいですけど、情報をむちゃくちゃ最初に知りたくて、でそれを知るっていうのが必ず朝にやってることで、それがまあルーティーンといえばルーティーンなんですけど、基本的にはあの空き時間を作りたくないんですね。なんで例えばまあこうやってカラーの放置時間20分で、大体僕も放置時間を決めているので、その放置時間中に、昨日、考えてた、資料をまとめようとかっていうのを大体20分で考えてたり、例えば技術の動画を、僕はオンラインサロンとかもやってるので、その技術動画を20分間のやつをこの時間に作っちゃおうとか、このなるべくこの空き時間がね、ちょっと行き急いでるんですけど、僕のインスタ自体を一般の人向けに僕ずっとやってたんですけど、それを今少しずつ美容師さん向けにシフトしてて、一般の方向けっていうのはやっぱ集客目的にやっぱなるんですけど、それに関してはあるもう今現在、まあ嬉しいことなんですけど、もうこれ以上いらないというか、これ以上も取れないぐらい新規のお客様も来ていただいてて、そうじゃなくて次はその美容師さんから支持されるっていうのを意識して最近はやってるんで、だからその美容師さんが見やすい時間帯、前は一般の方が見る時間帯っていうのを意識してやってたんですけど、最近はその美容師さんが終わる時間帯、まあ、だから8時から9時ぐらい、8時から9時ぐらいっていうのを意識してあげるようにしてます。いや、いつも噛んでるみたいに言うないつも噛まへんし、歯がまず可愛い色やとテンション上がる、うん、なるほど。
なんで質問したのに。なるほど。そうやな、なるほど。結局これから流行るというか、美容師さんは絶対ただ美容師をやってるだけやと廃れていくというか、やっぱりその支持されないと僕は思ってて、でやっぱりその今人気の人だったりこれから人気の人って絶対自分だけの特技というか、僕それを山って言ってるんですけど、例えば動画撮影かける美容師っていう山があって、その山ってすごい最初平坦というか、誰でも iPhone で撮れたり、まあ、一眼レフのちょっとした撮影機能で撮ったらなんとなくオシャレっぽく撮れるからみんな入っていくけど、でも途中から編集が難しいとかオシャレに作れないとかっていう、そのこう平坦なとか急に高い山になってくるから、どん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 落ちていって、で最終的に残ってるのが何名かだけ、もうほんま浮かぶぐらいしかいないっていう風になってると思ってて、で僕はヘアアレンジ×ヘアカラー、そのどっちの山も結構入りやすくていろんな美容師さんいるんですけど、ただヘアアレンジとヘアカラーっていうのを圧倒的に打ち出してるのは僕だけだと思ってて、なんでその山はもう僕が絶対一番高く降りたりっていう風に思ってて、自分の山を持っていかないと多分これからは本当に支持される美容師さんにはなれなくて、うちのスタッフにもみんなヘアアレンジが好きでヘアカラーが好きでうちの店入ってきてくれてるけど、それだけではきっと僕を超えることは絶対にできなくて、それ以外の部分で僕を超えるものを作ってほしいってすごい思ってるから、多分うちのスタッフ以外の今の若手の美容師さんも、逆にある程度ベテランの方でもこう今の自分に満足してたら絶対にもうどん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 衰退していくし、まああえて山って言うけど、やっぱりその山をそれぞれが作っていってほしいなとそう思いますね。後天性のポジティブマインドで、もともと多分生まれた時はネガティブで生まれてると思うんですよ。で結構中学生ぐらいまですごいネガティブに生きてたんですね。僕すごい太ってて、中学校ぐらいまで、ですごい太ってることにやっぱコンプレックスがあって、でだからもう自分なんてっていう、その要は自己否定ばっかりしてたんですけど、もう中学生ぐらいの時にもう単純なもんで、自分のその好きな女の子が太ってる人が好きみたいなっていうのを言ってるのを聞いて、あ太ってても大丈夫なんやみたいな、その今まで自分が一番嫌やと思ってた自分が好きな人の好きな部分なんやって思ってから、そこでこうちょっと、まあ、比較的ポジティブに生きれるようになった気がするので、まあ、思春期の中二の男子なんて、まあ、そんなもんなんやなっていうのはその時今思った思います。なんかやっぱそのちょっと自分が大事に思ってたり好きな人の言ってくれた言葉でなんかこう変われるというか、その、まあ、なんか嫌なことがあったけど嫁さんと喋るとおもろいよなとか、今日めっちゃ笑って帰ったわって言ってほしい、どこの美容室行ったよりも笑ったわって言われたいって思ってますね。僕はその東京でその働いたことがないのであれですけど、その東京の方かな、洋平さんはきっとその大阪独自の文化でやってるから、その大阪でめっちゃウケる美容さんで、これ東京行ったら、まあ、ウケるかウケへんか分からへんけど最初ウケられへんやろなっていう話をされて、まあでもまあ千鳥もあんだけ最初東京で売れんかったけど今売れてるしなって心の中で思ったけど、はぁ、あ、って言って終わりました。無言でびっくりした顔するのやめて。よかった、かわいい。練習したらできるようになるんですか？ある程度はできると思う。
職に寄せれるかっていうのを、まあ、インスタで発信させてもらってるんですけど、それに伴ってやっぱりその今まで自分が使ってなかったメーカーさんの薬剤の特徴だったり使い方っていうのを勉強してて、で全く今までノータッチだった薬剤にもかなり触れたので、薬剤知識がすごく増えたので、今まで出せなかったカラーがその微妙な本当にちょっとだけ紫っぽいピンクとか淡い色の表現だったり難しい色の表現ができるようになりましたね。コピーカラーって、結局全ての美容師さんの基本だと思ってて、なんでかっていうと結局お客様から希望色を言われてそれに寄せるってもう全員がやってることで、それを大げさにコピーカラーっていう言葉を僕はわざとつけて、それは最初は自分に対してのプレッシャーをかけたかったんですよ。みんな多分お客様の希望に対して近づけるなんて全ての美容師さんがやってることだし、みんながそれを努力してるんですけど、それを何パーセントコピーできたか、何パーセント希望色に寄せれたかっていうのを自分の中で測りたくて、それのコピー率っていう言葉を最初僕の中で考えて、あ今回コピー率が 80% ぐらいだったなとか、今回はコピー率 100% いけたなとか、逆にコピー率は今回 50% やったなとかっていうのを考えてて、あじゃあこれをちゃんといろんな人に見てもらおうと思って、僕はコピー率これ 80% だと思ってるけどどうですかっていうのをその皆さんに見てほしくて、それで始めたのがコピーカラーっていう言葉を始めて、